甘美市の格言、黄砂は節制にしかずに思う。こんにちは、ひろきです。前回、中国の法律家の元祖甘美氏が残した名言、上下は1日100センスについて書きました。ここでは甘美氏が残した全く正反対の意味の言葉も紹介します。黄砂は節制にしかず。この言葉は漢文の授業などでもよく出てくるものです。意味は、高度な砂術は拙い誠実さに勝てないというものです。つまり誠実が一番というものです。どのような場面でこの言葉が出たのかというと、ある男が王様から小鹿を捕らえてくるよう言われたのです。そして男は小鹿を捕らえたのですが、親鹿が泣きながらついてくるのを見てかわいそうになって逃してしまったのです。王様は激怒してこの男をクビにしました。しかし、王様の子供が成長して教育係が必要になった時、この男を教育係に呼び戻したのです。親鹿の気持ちがわかるなら、人間の親の気持ちもわかる。というのがその理由でした。確かにその通りでしょう。逆にここで親鹿を無視して平気で小鹿を連れ去るような人が、子供の心を豊かにする教育ができるとは思えません。当時の中国は春秋戦国時代という血を血で洗う時代だったので、生き残るためには子供であろうと心を豊かになどと言っている場合ではありませんでした。しかし、そのような時代でも本当に人の心をつかむには、そのような子育てをすることが大事だとその王様は思っていたわけです。そしてこのエピソードを引用して「黄砂は節制にしかず」の言葉を残した甘美氏もやはりそう思っていたのです。人間不信で誰よりも徹底してシステムを整えた甘美氏も、システムは人の心を超えられないということを自覚していったのです。人は城、人は石垣、人は堀。これは武田信玄の策といわれる有名な短歌です。実際には信玄が作ったのではなく、後の人の創作と言われていますが、それでも城は粗末なままで、マンパワーによって最強の軍団を作った信玄のポリシーはこの歌によく表れています。この歌の通り、法律などのシステムや機械などのテクノロジーには必ずどこか穴があり、それを埋めるのは人間の能力や心だけなのです。甘美氏が上下は1日100センスと言いながら、一方で黄砂は節制にしかずとも言っていたのを見ると、私はきっと後者が本音だったんだろうなと思います。少なくとも本当はそれが理想だと彼はいつも思っていたのでしょう。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。